は経営記者会議を開きながらお集まりいただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。はじめに、令和6年1月5日より受け付けております、能登半島地震災害義援金の現在の状況を報告いたします。5月7日現在で市民の皆様よりお寄せいただきました義援金は1,104,6,449円であります。この義援金は甲府市自治会連合会および甲府市地区の自治会連合会、また市役所などの窓口設置をいたしました募金箱など多くの市民の皆様からお預かりした義援金であります。この義援金につきましては日本赤十字社を通じまして被災地にお送りをし現地の支援に役立てていただいているところでございます。なお義援金は今年の12月27日金曜日まで受け付けておりますので引き続きまして義援金の受付を行い被災地の支援に進めてまいります。それでは本日の発表項目5項目につきまして順次お話をさせていただきます。1つ目であります。甲府グリーンラボ事業についてであります。資料の1をご覧ください。市民の環境意識と水素リテラシーの向上を図る普及啓発機能や持続可能なエネルギーの利活用に向けた調査研究を行う実証研究機能によりましてゼロカーボンシティの実現を目指す拠点施設といたしまして昨年度オープンした甲府グリーンラボの2つの事業についてであります。1つ目は、この夏君の未来が変わるをキャッチコピーといたします水素サマースクールの開講についてであります。本セミナーでは、次世代エネルギーとして期待されます水素に焦点を当て市内の学生等を対象に山梨大学の教授による講義や実験富倉山をはじめとした市内におけます最先端の水素研究施設の見学さらには水素事業に従事する企業の方々とのワークショップを実施いたします。この水素サマースクールは2面にありますとおり7月31日水曜日の甲府グリーンラボでの開講式から始まり各界において水素の基礎や水素燃料電池などの学びを得た後終盤では受講者におけます水素活用のアイデア検討会を行うなど8月31日土曜日までの期間で計6回の講座を予定しております。この取り組みを通じまして感性豊かな若者に水素への興味関心を誘発するとともに地域社会におけます水素の先駆者を育成してまいりたいと考えております。2つ目の事業でありますけれどもバイオマスエネルギーの創出及び実証事業についてであります。日照時間が全国トップクラスという本市の恵まれた地域特性を生かしまして再生可能エネルギーの一つでありますバイオマスエネルギーの新たな地産地消を推進することを目的としましてバイオマス燃料として生産効率に優れた新品種の植物大和玉を農業従事者の方々のご協力いただく中で市内の有給農地等で栽培し本市の土壌や環境におけるその栽培について調査研究を行ってまいります。本事業はバイオマスエネルギーの推進による環境負荷の軽減のみならず新たな産業の創出や農地の保全等にもつながることから環境、経済、社会の3側面の成長による持続可能な社会の実現に寄与する事業として捉えているところであります。このバイオマスエネルギーの創出及び実証事業につきましては5月13日、来週の月曜日に甲府市農業センターにて大和玉の種まきを行いその2、3週間後に発芽した苗を甲府グリーンラボや市内の有給農地等へ植え替えを行います。約半年間の栽培期間を経たのし11月を目途に収穫し育成の状況やバイオマスエネルギーとしての利活用等について調査分析を行う予定としております。今後におきましてもゼロカーボンシティの実現に向けまして甲府グリーンラボを拠点にさまざまな展開を予定しておりますので随時ご報告をさせていただきたいと思います。2つ目であります。第32回甲府市緑化祭りの開催についてであります。資料の2をご覧ください。新緑の季節を迎えました5月19日日曜日に甲府市緑ヶ丘スポーツ公園船出広場におきまして
緑と花と太陽のあふれるまちづくりをテーマとした第32回甲府市緑化まつりを開催いたします。この祭りは平成5年度から緑と花があふれる豊かな生活環境の実現のため、緑と花に触れ合える場を設け、家庭や地域での緑化を推進していただくという目的で開催をしており、毎回多くの方にお越しをいただいているお祭りであります。オープニングセレモニーでは、今年度の甲府市緑化推進ポスターに採用されました地塚小学校の6年生の児童にも参加をしていただき、テープカットを執り行う予定であります。会場内には植木や花、農産物等の販売コーナーや園芸、農薬に関する緑化等相談コーナーなどを設けるとともに、毎回好評いただいております市の花でありますなでしこや甲府市造園協会からご提供いただきました緑化推進苗木の無料配布を行います。また昨年度、親子連れの方々に大変好評をいただきました苔玉作り親子教室も開催するなど、緑豊かな明るい街づくりにつなげる楽しい思い出の機会につなげていきたいと考えております。32回目を重ねてきたこの緑化祭りに、ご家族やご友人などお誘い合わせの上、ぜひご来場いただきますようよろしくお願いをいたします。3つ目は、県央ネット山梨合同企業説明会の開催についてであります。資料の3をご覧ください。昨年度に引き続きまして、県央ネット山梨の主催による合同企業説明会を6月30日日曜日午前10時から午後4時まで、IMS 山梨展示ホールにて開催をいたします。今年度は参加する方はより多くの企業から仕事の内容や採用に関する情報を聞くことができるよう、開催時間を拡大するとともに、キッチンカーの出店や、フリードリンクコーナーを設け、参加する方と企業の皆様が、雑談しながら休憩を取ることができる場も用意をいたしました。参加企業は、県域内の企業180社を予定しており、市ホームページや SNS などを通じまして、外国人を含めた大学等の卒業予定者や一般求職者の皆様に参加を呼びかけているところであります。また説明会当日は JR 新宿駅からの無料送迎バスもご用意しておりますので、県外に在学在住の方にもぜひご参加をいただきたいと思います。今回も幅広い業種の企業の参加を予定しており、企業の採用担当者と直接面談ができる絶好の機会となりますので、皆様の積極的なご参加をお待ちしております。4つ目でありますが、ヤングケアラーデジタルハンドブックについてであります。資料の4をご覧ください。本市のヤングケアラーの取り組みは、子ども青少年総合相談センターの青空に配置した専門のコーディネーター3名においてヤングケアラーの相談支援を行っており、昨年度は43件の新規相談を受け付けているところであります。合わせて教職員や市民の皆様にヤングケアラーを正しく理解していただくためのリーフレットによる周知や、学校との連携、ヤングケアラー配食支援による早期把握と早期支援に努めてきたところであります。この度、子どもたちが青少年相談支援機能である青空に気軽に相談できるきっかけ作りの一つとして、また子どもを含め多くの方にヤングケアラーのことを知っていただき、理解を深めていただくことを目的に、ヤングケアラーデジタルハンドブックを作成いたしました。資料の裏面をご覧ください。内容は、ケアとお手伝いの違いなどについての基本的な解説や、ヤングケアラーだった方の体験談の掲載など、子どもの目線での表現や見やすいイラストを効果的に活用し、ヤングケアラーにつきまして、小学生や中高生を中心に理解していただける機会の創出を促進するものであります。このデジタルハンドブックは、より多くの子どもたちに触れていただけるよう、本日から甲府市立小中学校の約1万2000人の子どもたちが使用をしております、一人一台タブレットのトップページに、小学生向けと中高生向けのハンドブックをそれぞれ直接配信しており、市ホームページや SNS などでも配信してまいります。今後におきましても、本市の子どもたちを誰一人取り残さない支援に結びつけられるよう、効果的な周知啓発に努めてまいります。
最後この2、5つ目でありますが、令和5年度公私ふるさと応援寄付金及び企業版ふるさと納税についてであります。資料の方をご覧ください。昨年度令和5年度の公私ふるさと応援寄付金の速報値についてであります。寄付件数につきましては前年度の75,259件に対し149,122件、金額寄付金額は前年度の302,320,000円に対し41,203,7480円となり、中段のグラフにございます通り毎年前年度を上回るご寄付をいただいております。次に資料下段の企業版ふるさと納税の速報値であります。寄付件数12事業所、寄付金額37,841,000円となりました。令和5年度も多くの個人そして企業の皆様にご支援応援をしていただきましたことに改めまして御礼を申し上げます。皆様のご期待に応えることができるよう市政の一層の推進に進めてまいります。本日の発表項目は以上でございます。よろしくお願いいたします。それでは発表は以上でございます。発表項目につきまして、ご質問をお受けいたします。ご質問の際はマイクをお使いいただき社名お名前を言っていただいた後ご質問をお願いできればと思います。それではご質問ございますかいらっしゃいますでしょうか。三日新聞さん。三日新聞さんですけれども、ふるさと納税がこう右肩上がりで推移していますけれども、これはどんなことが理由だと思われますか。はい、一生懸命やっているということがまず第一なんですけれども、返礼品の数をラインナップを非常に増やしたと。そしていろいろな調査を通じまして魅力ある返礼品の提供に努めた結果、全国のトップクラスの返礼品の数を揃えることができたということが大きな要因じゃないかなと、寄付者の獲得につながったんじゃないかなというふうに思っております。またポータルサイトにおける広告を見せることについても強化をしまして、より多くの方に本市の魅力を発信したことも増加の一因と考えております。また、昨年度は本市の主力返礼品でありますジュエリーやシャインマスカット以外の返礼品発掘にも取り組みまして、アイスクリームやトイレットペーパーなど新たな人気返礼品が誕生したことで寄付件数の増加にもなりました。今後におきましても、これまで積み重ねて築き上げてきた返礼品のラインナップをですね、さらにまた磨きをかけてですね、より良い返礼品を提供していき、また獲得増加に努めていきたいというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。あと企業版も6倍近く増えているんですけど、こちらについてはどう考えますか。そうですね、ものすごく頑張っているところが最大の要因でありますけれども、なんて言いますか、内閣府に認定しました人町仕事創生寄付活用事業に基づく事業に対する寄付を行った法人に対しまして、法人がこういうふうにできますよという説明をしっかりとさせていただいたりですね、町づくりの細かいところにわたってこういうふうに行っていきますよということを担当や私どもはですね、しっかりとご説明させていただいて、ふるさとに対するですね、思いや未来に対する投資という形で納税につながったというふうに考えております。はい、ありがとうございます。その他発表項目ご質問ございますでしょうか。はい、いいです。山梨放送の田中と申します。よろしくお願いします。でふるさと納税で続いてちょっと質問なんですけども、右肩上がりで上ってきて
について今後の目標感みたいなものがあったら教えていただきたいです。今年は一応50億を設定していると思います。はい、きちんとした総務省の、決まりを遵守しながらですね、先ほど言いました獲得の要因をさらに磨きをかけてですね、担当官はもちろんですけれども、私やそれぞれの部署もですね、しっかりと連携を取ってですね、目標を達成していこうというつもりでやっていきたいと思っております。県内には非常に高い富士の資産がいますが、なかなかそこにはなかなかという気もしますけれども、そういったところの他のところの良いところもですね、しっかりと私どもも取り入れるような形で進めていきたいなと。すみません、予算計上は30億ですけれども、目標50億という形でやっていきたいと思います。ありがとうございます。その他発表項目ご質問ございますでしょうか。はい、佐々木さん。はい、ヤングケアラーの監督についてですけれども、朝日新聞の米澤です。はい、よろしくお願いします。ヤングケアラーハンドブックについてですけれども、この表紙なのは小学生向けということですけれども、小学生向け、中学生向けとか、こう差別化を図って、それぞれ部署型で送っているのかということと、一般的な、すでにハンドブックっていうか、パンフレットみたいなのを作っていると思いますけど、そことどういうふうにこう違っているのか、工夫したところとか何かありましたら、教えていただければと思います。はい、小学生向けについては、視覚、目で見て、すぐイメージを湧きやすいように字を描いて、絵といいますか、そういったものを増やす、分かりやすくすることに注力をさせていただいたりですね、先ほど言いましたコーディネーターとか、あるいは国のさまざまな考え方とか、そういったものをしっかりと取り入れてですね、子どもたちに一人一台タブレットに配信してますから、見てもらえるような、そういうふうに読んで、中高生が読んでもらえるような取り組みをして、身近にも自分ごととして、あるいは自分の近くにもそういう友達がいるのかな、いないのかなということを考えていただけるようなことに苦心をしてやりました。それと小学生用と中学生用はそれぞれ別のものを送っているという理解でよろしいですか。そうです。はい、わかりました。その他発表項目ご質問ございますでしょうか。はい、ゆうじゅう。ゆうじゅうの武藤です。よろしくお願いします。ヤングケアラーの件でお伺いします。昨年度は43件の相談があったアートなどにあったということなんですけれども、これは報酬者多いとか少ないとか、どんなふうにこの件数を受け止めていらっしゃいますか。なかなか、いわゆる本人当事者からの相談にも、ほとんどなくてですね、周りのご家族や学校の先生やそういった形、あるいはご近所からの相談というものが多かったと聞いております。詳細についてちょっと今持ってませんけれども、それをよく分析してパンフレットを作り、また今回はデジタルパンフレットということでやらせていただいております。潜在的な数はもっといるというふうに思っておりますので、また県も随時調査をしていることも聞いておりますので、そういった情報も取り入れながらですね、
さっき申し上げましたように、なるべく早いあの発見と支援につながるように、ね、これからも進めてまいりたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。その他、発表項目、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではあの発表項目のご質問につきまして、こちらで終了させていただきます。それでは発表項目以外のご質問をお受けいたします。その他のご質問もございます方、挙手の方をお願いいたします。はい、朝日新聞さん。はい、リニアのことでですね、7日にあの JR の、社長さんがあの県を訪れまして、その中で、まあ、ボーリング調査のこととか、の再開のこととか、いろいろと、知事の方に、お伝えをしたということがありましたけれども、その中で一つ、勉強会を山梨県駅、仮称山梨県駅、の開発も含んだですね、勉強会を今後検討していくというお話がありました。山梨県駅の周辺開発については甲府市も南側の方を、まあ、開発をしていくということもありまして、まあ、当然 JR とも関係してくると思いますけれども、甲府市としても、まあ、県と JR が勉強会を開いていくということですけども、甲府市としても地元の住民とかですね、甲府市の立場を、まあ、取り入れて、もらう上でもですね、さらにこうチャンネルを JR とのチャンネルを強化することも必要かと思われますけれども、何か、お考えがあればお伺いしたいと思います。はい、私も報道で知りましたけれども、JR の社長さん、 JR 東海の社長さんが確か先月は長野県知事さんともお会いしたということで、沿線を訪問されているその一環だと思いますけれども、良いことだなというふうに思っております。今お話しいただきましたように、私どもはまあ、スケジュール的には今年、今年度中に基盤整備の方針を作っていこうということで、有識者や地元の方々も含めてですね、今議論をしているところでもあります。そして、その後に基盤整備方針を県にももちろん考えると、その都度お示しをしたり、県の方も入っていただきますので、一緒になってやってますけれども、その後に地域振興を含めた町づくり方針、町づくり基本計画というものを作っていこうというふうに思っております。勉強会という形がまだ高台方も初めて聞きましたけれども、当然地元を中心の地元でありますので、お話しいただければ参加をさせていただいてですね、地元 の考え方や今までの経過やそういったものについてですね、しっかりと発言や意見、思いをですね、お伝えしていきたいというふうにも思っております。まあ、整備については既に事務方でさまざま、今までは事務方でいろいろ私ども事務方も県とも JR さんとも東海さんともやっておりますので、それはそれでやってるんですけども、トップがそういう話を知事としたということでありますので、知事さんとしたということでありますので、非常にこれはいいことだなというふうに受け止めております。ただまだその時の話だということでありますが、これからまたお話いただけたらですね、積極的に参画していきたいと思っております。はい、わかりました。その他ご質問ございますでしょうか。はい、産経新聞の表です。リニア機についての、すみません、質問です。まあ、これまでのですね、甲府市の考え方としては、リニアの駅っていうのは2027年にできることを前提に動いてこられたと思うんですが、実際にはもうJR の方が、アジア東海の方が2031年に駅開業完成を発表されています。
で、まあ、それと同時に3月に有識者会議の方でもバスの、バスタクシーの乗り場を北側に集約しようといった形で今まで県が出していた方針とは違う方針が出てきています。で、まあ、その時期がですね、31年に変わったということを使ってですね、もう一度その、基盤整備含めてですね、計画を見直すということがね、あとはもう一回県と、県も当然日程がスケジュール変わってるはずですから、もう一度練り直すとかということについてはあるのかなと思うんですが、まあ、それについてそういうことであれば、もうトップ同士のね、市長と知事のトップ同士の、協議になると思うんですが、そういったご予定とか考えはどうでしょうか。はい、2027年、開業という話を、で、県も市も、あるいは、いわゆる国もそういうことでやっておりましたけれども、でも、その中で2027年、本当にできるのかという思いは、私どもほとんどの方がそういう認識を示していたという、していたというふうに思っております。明らかに、2031年に、新仮称新山梨県駅をということを、当事者が公表いたしましたので、それに向けてやはり県としての協議も柔軟に変えていくべきだと思いますし、それはもう知事ともそういう話をしております。でトップ同士という話もですね、時々させていただいてですね、お互いの意見をすり合わせたりですね、今の県の考え方、市の考え方をですね、それに合わせて、その話し合いの中でですね、確認をし合っているところで、これからもさらに進めていこうというふうに思っております。すみません、その後今年度中にですね、基盤整備計画を作るという予定というのは、これは、まあ、そういったことも含めたその今後のリニアの駅に対するスケジューリングについても大きく変わってくると思うんですが、これについては具体的にどういう状況なんでしょうか。定期的に行っておりますから、もちろんそういった2031年に駅舎を作るということを公表されておりますので、それに合わせてまたその議論をその変更なりですね、すべきところはしているというふうに、すでに先ほどおっしゃられたように市の方の考え方、あるいは有識者の会の考え方と今県が示しをしている、イメージ図考え方、若干また意見が食い違う部分もありますけど、食い違っても全くそれは当然のことでありますので、そういったものも含めてですね、しっかりと議論をしていき、連携を深めていきたいと思っております。すみません、しつこいようですが、今年度中の基盤整備計画については予定通りやるんですか。予定通りというふうにやっていこうというふうには思っております。はい、その他ご質問ございますでしょうか。はい、谷志久さん。谷志久です。今佐々木さんの質問にもちょっと出てきたんですけれども、バスとか路線タクシーを北側の県の方に、集約するように話し合いをしていくみたいな形で、検討してもらうということが前回検討委員会の中で話がありましたけれども、それについては、まあ、事務方でとりあえず話を協議していきますという話でしたが、それについては、まあ、県が自分たちのここまでの計画をそうなるとまた見直しなりが必要になると思うんですけれども、実際のところそこら辺県との話し合いのすり合わせは順調にいっているんでしょうか。そういう意見の違いとか考え方、まあ、いっぱい出てきておりますから、そういったすり合わせはいやうちは違うよと、いやうちはこうだよという話はもう絶えずさせていただいて、でもそれはだからダメだじゃなくてですね、継続してやっていこうということで、 まさにトップ同士がそういう話をしておりますので、それに沿った対応をですね、じゃあどのくらいまでかかるのか、どうなのか、そういったことも含めてですね、しっかりやっていきたいと思っています。はい、その話だけじゃなくて、すべてそういう姿勢でいこうと思っています。じゃあ、まあ、そこで、すり合わせを進めながら、いわゆる基盤整備計画っていうのは完成させていくと、まあ、そこが例えば結論でなくても基盤整備の計画については、
影響しないって考えています。どういう規制を直して、どういう届け出をして基盤整備をしていくかというスケジュールをしっかり決めていこうというふうに思っております。はい、わかりました。はい、お時間も過ぎてきました。その他ご質問ございましたら、あと質問をお願いします。はい、NHK の宇佐美です。ありがとうございます。いろんな質問に関連してくるとは思うんですけど、またこうやって、静岡県知事の辞職があって、一応また山梨県でもまたリニアに向けて動きが、再び出てきているというところについて、市長の受け止め、改めて教えてください。はい、先ほどの、もう出ましたけれども、2027年がダメだということについては、本当に残念でありますけれども、新たに、2031年に駅舎を作りますと公表されております。それに向けてですね、私どもしっかりと準備を進めていきたい。また、JR 東海の社長さんと、うちの知事さんが、そういう話を、それを受けて、多分 JR 東海さんも各沿線圏を回っているというふうに思っておりますので、それに、トップ同士の話をされたということは非常に、良いことだというふうに思っております。国にも、首相も国家プロジェクトと言っていただいておりますので、しっかりとですね、それぞれの立場でですね、推進していただけるということを強く望んでですね、私どもできる限りのことをしていきたいというふうに思っております。地元として。はい、それでは、ご質問の方、以上でよろしいでしょうか。はい、それでは、ご質問の方、進めさせていただきます。以上をもちまして、市長定例記者会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました。